ちょっとそう、ちょっと暴力やめた方がいいんじゃないですか、安倍さん。だって、あ、これは、これはね、しかしね、これは暴力じゃないですか。いや、これは暴力ではないですか。菅厚生大臣は謝罪されてますよ。いや、菅先生と僕とは違うよ。でもこれはエイズの問題ですから。エイズの問題だからみんな僕が悪いんですか。私は年を取りましたので記憶が非常に悪くなりましたから、ちょっとその点は割引をしていただきたいと思うんでございますけれども、緑十字さんにはお辞儀をしなければならない理由があったんだろうと思いますよ。じゃあお辞儀をしてさ謝るということは、それはちょっと私としてはできかねますね。薬害エイズをめぐり業務上過失致死の疑いで元厚生省エイズ研究班班長前帝京大副学長の阿部武史容疑者が今日ついに逮捕された。1800人余りの感染被害者を生み400人以上が死亡した戦後最大級の薬害をめぐる捜査は、医師の過失責任立件に向け新たな局面を迎えることになった。から東京地検は厚生省でも家宅捜索を行っている。捜索は血友病血液製剤の認可を担当する薬務局のみならず、エイズ対策室のある保健医療局など広範囲にわたっている。薬害エイズは今国民の医療を担う厚生省官僚トップにもその責任を問う事態へと新展開を迎えることとなった。はい、阿部容疑者が現在取り調べを受けています。小菅の東京拘置所です。逮捕された阿部容疑者がこちらに移送されてきたのが今日の午前9時56分のことでした。一方に傾けうつむき加減にこちらに詰めかけておりました報道陣の目を避けるかのように門の中に入っていきました。今朝自宅を出た時も同じような表情を見せており、これまで記者会見や国会での喚問の時に見せたようなあの強気な表情は全く見られませんでした。口を一文字に結び、報道陣からの問いかけにも一切無言のまま、これまで事情聴取などで全面否認を続けてきた阿部容疑者ですが、異例ともいえる早朝からの家宅捜索、それに続く逮捕と、さすがの阿部容疑者も動揺を隠せなかったのではないでしょうか。しかしそれにしてもこれだけの高齢者を逮捕し身柄拘束して取り調べるということは異例のことだということです。これまでの例で言いますと、大物の中にはリクルート事件の新党 NTT 元会長、そして脱税容疑で逮捕されておりました金丸信元自民党副総裁の名前が挙げられるんですが、2人とも当時は70代でした。阿部容疑者は2人を上回る80歳。しかし今回の事件は本人の言ってることとそして現実とがかなり食い違っていて、証拠隠滅の恐れがあるという深刻な状況があるわけです。検察の方も相当慎重にことを進めていたと見られるんですが、最終的には拘置に耐えうるだけの体力があると判断されたんでしょう。今回の異例ともいえる措置になったと見られています。阿部容疑者に対する取り調べ、もうすでにこちらの東京拘置所で行われています。この東京拘置所は皆さんの記憶にも新しいと思いますが、オウムの麻原こと松本智津夫被告、そして山口俊夫元労働大臣、それから銃声問題の桃源社の元社長など、これまで世間を騒がせてきた主だった事件の主人公たちがこちらに拘置してあるわけです。そこに今日阿部容疑者というもう一人の大物が加わったことになるんですが、阿部容疑者はこれから起訴までの20日間、この拘置所の中で検事の厳しい取り調べを受けることになっています。阿部容疑者は大正5年生まれ、山口県出身で旧制山口高校から東京帝国大学医学部へ進んだ。軍医として終戦を迎えた後、東大医学部に講師として戻る。不遇な講師時代を過ごすが、この間に血友病に出会い、次第に権威として頭角を現していく。昭和46年教授として帝京大に迎えられ、55年には医学部長、そして62年には副学長にまで上り詰める。その間阿部容疑者は
血友病患者による自宅での自己注射の道を開くことに成功。血液製剤の売り上げが飛躍的に伸び始める。すなわち製薬会社にとっては大恩人となったのだ。昭和61年、阿部容疑者は財団法人血友病総合治療普及会を設立するが、ここにも業界から5000万近い資金が振り込まれていることが明らかになっている。帝京大学名誉教授、厚生省エイズ研究班班長、財団法人の理事長と血友病の世界的権威としてあらゆる名誉を独り占めにしてきた男は、いつしか金を集める名人に変わっていた。そしてあなたが非加熱血液製剤をですね、導入されることを決めてですね、2000人からの方がエイズに感染して、400人からの方が亡くなってるんですよね。あ、それはね、はい、僕はそんなことは絶対にありませんが、菅厚生大臣は謝罪されてますよ。いや、菅先生と僕とは違うよ。でもこれはエイズの問題ですから。エイズの問題だからみんな僕が悪いんですか。エイズ感染の危険がある非加熱製剤の使用続行を決める際には大きな影響力を発揮している。先生、書くよ。そのコンセントレートでがなければならないという、今ご了解したという結論になったんです。あなたがこの答申を出したら、あなたは州政府からになる。テープの中で、テープの中でおっしゃってますよ、先生。トリオ製剤を、使うよりは、嘘をついてでも非加熱製剤を使えとテープの中で証言してます。いや、それは僕のその言い方の誰かが間違っておるわけで、私はそんなことを覚えたことはありません。私はね、外国に行って加熱製剤を輸出してくれと一番最初に頼みに行ったんですよ。先生が最初に、じゃあ先生が班長を務めてらっしゃる班で、なんでその180度逆の結論が出てしまったんですか。それはね、はい、研究班というのは僕素晴らしい、研究班というのはね、僕は班長だけど、研究班会議に出た時には私は班員の一人に過ぎないです。で、私は班長であっても皆さんに班長だから私の意見に従えというわけにはいかない。また僕はそういう態度は取りません。行政的な対策をどうするかということについては私どもは全然能力がありません。いくら言っても厚生省が認めてくださらなかったらダメでございます。僕はまだ未発症者で、まだこうして活動できます。だけどまだ活動できない原告がたくさんいます。殺されていった人たちも被害者にどんどん殺されていっています。死んでいるのではありません。殺されていっているのです。認定をするというのは、これは政府の方も関係がございまして、ですから私はその時には一回の医者に過ぎないんでございます。加熱製剤に関しまして行政的な努力をすることは私にはできないわけです。私はそういうことを言うのが私の任務ではないと。私は一生懸命にやらさせていただきましたから、これは医師としては私の良心に恥じるところはございませんけれど、お辞儀をしてさ謝るということは、それはちょっと私としてはできかねますね。ご自分の責任についてお答えいただきたいのです。失礼でございますが、どういう責任でしょうか。何が彼をそこまで頑なにさせるのか。1800人が感染、400人以上がすでに亡くなっている事実、そしてその犠牲者が今も増え続けている現状を、阿部容疑者はどう受け止めているのだろう。医師として人としての晩節を汚した男は今、東京拘置所の重い扉の向こうにいる。今年3月、7年間という歳月を経て HIV 訴訟はようやく和解が成立した。国と製薬会社が薬害エイズの責任を認めたのである。一方、薬害エイズを引き起こしたとされる関係者個人に刑事責任を問う告訴が起こされていた。その一つが阿部容疑者をめぐるものであった。それは非加熱製剤の投与を受け、エイズウイルスに感染して11年前に死亡した
血友病患者の遺族が当時主治医であった阿部容疑者を殺人罪で今年2月に告訴したものである。これを受け東京地検は3月に専従班を設置し、今月14日には阿部容疑者本人からの申し出を受け、任意で事情聴取も行っていた。しかし医療行為の中で殺意の立証は困難との判断から、業務上過失致死容疑に切り替えて捜査を進めてきた。これまでに阿部容疑者は薬害エイズに関し、自らの責任については国会などの場では常に一貫して否定し続けてきた。私は年を取りましたので記憶が非常に悪くなりましたから、ちょっとその点は割引をしていただきたいと思うんでございますけれども。80歳という自らの高齢を盾に曖昧な答えをする阿部容疑者、被害の拡大については時に責任転嫁とも取れる発言を繰り返してきた。認定をするというのは、これは政府の方も関係がございまして、ですから私はその時には一回の医者に過ぎないんでございます。加熱製剤がいいといたしましても、それを入手できなければ私どもはあるもので命を長らえていただくということを考えなければ仕方がなかったのでございます。今回逮捕に至ったポイントは3つある。まず、死亡した患者の保存血液から非加熱製剤投与とエイズ感染に因果関係があった点。次に、投与の9ヶ月前にアメリカの研究者から阿部容疑者の患者48人中23人がエイズウイルスに感染しているとの報告を受け、阿部容疑者は非加熱製剤の危険性を十分認めていた点。さらに、当時安全なクリオ製剤への転換が可能だったにもかかわらず危険回避をしなかった点である。これらが医師として注意義務違反に当たるとされ、逮捕となったのである。ご自分の責任についてお答えいただきたいのです。失礼でございますが、どういう責任でしょうか。